どうも、ヤナチャソでーす。はい、梅チャソでーす。どうもこのタイトルコールがだいぶ恥ずかしかったみたいです。顔真っ赤やん。そりゃそうでしょうよ。はい、ということで、まあ、5分しかないので、まあ、5分ラジオっていうことで一応やっていきます。まあ、進行はあなたがやってくださいよ。無理です。正直無理です。あ、もうあと3、もう30秒経っちゃった。と、はい、いうことで、まあ、写真にある通り SR1系のことについてなんですけども、はい、まあ、なんでこの SR1系の話になったかっていうと、まあ、柳田さんの出身が、まあ、長野県ということで、まあ、前の動画で、そうです、まあ、あった通りなんで、まあ、長野県の、まあ、信濃鉄道っていうところがね、まあ、結構推しらしいんで、はい、はい、推し、まあ、はい、はい、推しの信濃鉄道に、まあ、最近新型車両が入ったって、ね、何月何日からだっけ。え、知らねえ。7月4日、7月何日、7月の何日かだよね。何日、頭ぐらい、そう、頭ぐらい。まあ、その辺の情報は曖昧なんですけどね。はい、SR1K、まあ、ずっと115でやってきてたのが、ね、そうだね、ここに来ていよいよ新型車両導入っていうことで、ね、はい、すごいね。お金あんのかね、あの会社。いや、絶対ない。絶対ない。だってコロナで、あの、他のなんだっけ、ライナー以外の一般車両の、あの、なんだっけ、導入を、なんだっけな、あの、見送ったんだっけ、見送ったというか、延期したというか、遅らせてんじゃん。そうだね、ないもんね。ライナーしか入ってないもんね。やっぱ新車入れるより115の検査通す方が安いんだ。そうじゃない。ああ、やっぱり。まあまあ、そうでしょうね。ああ、あれの方が、まあ、個人的に音系にね、興味がある人間として、あの、乗降促進が信濃の国だっけ。そうあれ流れるのはかなりでかいと思うんだよね。あれでもワンマン限定だよね、じゃないのかな。俺あれでも聞きたいんだよね。でもあれね、結構ね、途中で切られるらしい。まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。まあ、あの、M10と一緒だから多分各駅30秒でしょ。うん、で、もたもたやってたらね、5秒ぐらいしかないのかあれフルコーラス10秒ぐらいだから、まあまあ、ね、どっかのメトロみたいに相手速攻で扱わないと、そうだね、きついんじゃないの。あれ、うん、ってだって、そうだよね、乗降促進だもんね。駅メロは駅メロで流して乗降促進でしょ。いや、ワンマンは駅メロが扱えないから、その代わりで乗降促進を入れたんだと思う。あ、そういうことか。そうじゃあ、だって信濃鉄のツーマンは駅メロ、駅ベルというか駅メロというか流すでしょ。流す。でもワンマン扱えないじゃん。あ、そっか。でもそっか、今までほらベルだったじゃん。そうだね。それがメロディーになった。あ、そっかそっかそっか。いや、なんねえな。あんまなんなそうだな。なるかな。まあね、長野とか上田とか、なんかそういう主要駅だったらなるかもしれないけどね。時間があったりして。そうだね。そうかもね。うん、俺だからワンちゃん聞けるんじゃないかなっては思ってる。ああ、なるほどね。うん、そのいつか。いつか、いつか、まあ、使える日があれば、ねえ、まあ、ぜひともレールウェブズ経由でも上げていきたいところなんですけどね。何しろこのコロナ騒ぎなんでね、あんまり遠くに行けないんですよ。まあ、東京行かなきゃいいと思うけどね。まあね、もうもはや。そうだね。まあ、でも千葉県民がな、長野に行くってちょっと結構反感くらいかもな。そうだね。またミュージックホーム、うん、まさかの品鉄にミュージックホーンですよ。ね、びっくりだね。あの、もう信じられないですよ。下手くそか。いや、本当に。いや、まあでも品鉄沿線なんだっけ、家が。そう。そうだから家から聞こえたら熱いよね。熱いね。案外聞こえるんだよ。あ、115の。うん。フィーンってやつが。聞ける時は聞けるから。あ、本当。うん。まあ、じゃあそんなこんなで、まあ、ライナーとかね、まあ、前の一般運用とかね、乗れればいいけどね。そうだね。まあ、てな感じで、もう間もなく5分なんで。本当だね、早いね。まあ、録画話できなかったけど、まあ、そんな感じで、まあ、ね、まあ、5分ラジオっていうのをやっていきます。まあ、ヤナチャソが、あの、この動画編集アプリを課金すれば5分以上できるので、まあ、それは皆さん、あの、期待しててくださいね。様子見ながらですよ。まあ、様子見ながらね。ということで、はい、梅チャソでした。ヤナチャソでした。それでは。